アンデルス・ジャハン・レッツヤス、ルンド大学の教造アンデシュ・ヤハン・レチウスは、スウェーデンの薬剤師、植物学者、昆虫学者である、ルンド大学の教授を務めた、クリスチャン・スタードで生まれた、1758年にルンド大学に入学し、1766年に学位を得て卒業した、薬剤師の訓練を受け、 1766年からルンド大学の薬学の講師となり、1667年からは博物学の講師も務め、1777年に非常勤の教授となり、その後も1812年に引退するまで様々な教授職を務めた。1782年にスウェーデン王立科学アカデミーの会員に選ばれた。昆虫の分類学の分野で働き、 様々な新種の昆虫を記載した。多くの弟子を育て、その中には、植物学者のカール・アドルフ・アガードや、動物学者、考古学者のスベン・ニルソン、植物学者、昆虫学者のファーレン、昆虫学者のゼタールステッドラがいる。息子のアンデシュ・レチウスは解剖学者となり、孫のグスタフ・レチウスも、医師として著名である。スティルベカの俗名、リートナに懸命されている。 レッツは、植物の学名で命名者を示す場合に、アンデシュやハンレチウスを示すのに使われる。ありがとうございます。